先生、姉さんを治していただきとうござんす。先生、この方は梅毒の患者さんです。末期の。夕霧姉さん、こちらは江戸で一番のお医者様でありんす。あちきを見てくださるお医者様がまだこの世にいしたか。ありがたや。世を足すたびにこのようなありさまで。女郎はなぜにこのような病に怯えて生きていかねばならんのでありんしょう。先生、姉さんをこの病からお救いくださいなし。何とぞ。残念ですが私には手の下しようがありません。祭でありんすか。梅毒ほど世に多く、難治にして人の苦悩するものはなし。杉田玄白先生も経営病の中でそのように指摘されておられます。どのような治療がなされているんですか。水銀を用いるという治療法をやっておりますが、これが梅毒以上の苦しみを患者に与えるようでございまして。皆方先生、梅毒の正体とは一体。梅毒は梅毒菌という目に見えない病原微生物によって引き起こされる病気です。梅毒菌は極めて生命力が強く、皮膚や粘膜、やがては内臓、骨、筋肉、神経や脳脊髄を侵食し、人を死に至らしめます。なんとか治す方法はないもんでしょうか。残念ながらまだこの時代では。まるでいずれこの病は治る時代が来ると先生はご存知のようですな。いや、医術は日々進歩するものですから、いつかは。しかし今の我らに何かできることはないんでしょうか。今目の前で苦しんでおる民のために。うちの子たちに総督のお調べを。梅毒の感染を防ぐには車の中から予防するのが一番なんです。でも先生、そんなことされちゃう。総督をしっかりと調べ、きちんと取り締まれば、鈴屋は吉原では一番安全な店やという噂が立ちます。決してそんな話やないと存じますが。嫌でありんす。いやらしいお医者様ですわな。あなたであちきらの死を届き取るのにご対象。ちょっと待ってください。問診に答えていただくだけでもいいんです。発疹、発熱、疼痛の有無だけでもせめて。おぶしゃりだんすな。奇風なこと言われなくたって、あちきはとっくに富屋についてんす。富屋。待ってください。すいません、話を。最初に総督にかかって床につくことを富屋につくと申しましてな。これから回復すると一人前の女郎になったと値が上がるのでありんす。一人前。総督にかかりにくく、身ごもりにくい女郎として一人前の体を得たと。それは誤解です。回復は一時的なもので、数年後には重い症状が出て。どうす。総督にかかった女郎の最後を何度も見たでありんすから。あの、ではなぜ皆さん治そうとしないのですか。治せないのでありんしょう。治せるなら皆聞く耳も持ちんしょう。けど余計なお調べだけをされ、仕事から外されてはたちまちおまんま食い上げ。
体を売らずに女郎にどうやって生きていけと。申し訳ございません、とんでもないことになりまして。こちらこそ考えが足りずに。野風は昔夕霧の神室でしてな、夕霧が床についてからは評判の医者を探してきては治療を受けさせ、もう3年になります。誰よりも総督を憎んでいるのは野風なのでございます。どうかその気持ちは察してやってください。ここまで車れてたってんだよ。でも線香は上げてあったってさ。いっそ怖いよ。みんなどこか他人事ですね。やりきれませんな。前に身を沈めた女郎の末路は哀れなもん。それが定めと決めつけておるのでしょう。定め。女郎はなぜにこのような病に怯えて生きていかねばならんのでありんしょう。できないってことが嫌いなんです。梅毒の特効薬ペニシリン、イギリスのフレミングによって1928年に青カビの中にその存在を確認された史上初の抗生物質。細菌を駆逐する力を持つその薬は、さまざまな感染症から人類を救い、20世紀の最も偉大な発見の一つとも言われている。もし俺がこの時代にペニシリンを作り出すことができたら、定められた誰かの運命を変えることができるかもしれない。医学の歴史の針を進めることができるかもしれない。そしてこれは俺の運命なのかもしれない。ひょっとしたら俺はそのためにここに送られてきたんじゃないのか。そうなのか、ミキ。と生きるサントリー、ずっと支える、もっと役立つ日本生命、リーディングイノベーション東芝。自然と調和する心豊かな毎日を目指して、花王がお送りします。青カビ、青カビ。三浦方様は今度は何をなさっているのですか。さっき もし父上と瓜二つの方が現れたら、愛おしく思われますか。何を言い出すのですか。急に顔形が同じだとしても父上の代わりになる方などおりませぬ。そういうものなのですか。
何だったっけな。南方先生、何をなさっているのですか。あ、この花瓶の中に薬があるのですが、はあ、どうしたら取り出せるのか最初の一歩が思い出せないんです。昔ある人に教わったんですが。昔のことを思い出されたのですか。え、あ、いやいや、あ、はい、少しだけ。それは何よりです。先生はずっとお一人なのですか。そこは思い出されではないですか。ああ、いや、奥方やその思う人などに会いたくはないのかと。会いたい人には会っておいた方がいいですよ。人間なんていつ会えなくなるかわからないんですから。油拭きをしておりまして。油拭き。床についた油を油で落とすのです。そうだ、油だ。油？油は油で落とすって言うでしょ。ろ過した青カビの培養液に菜種油を加えて攪拌するんです。室がメイナリだよ。おいしい、おいしい。あー、先生、並んで並んで。ちょ、今、あ、尾形先生。ああ、お願いがございます。はい。薬を作りたいんです。何の薬を。梅毒を治す薬です。は？どこへ行かれるのでございますか。もしあの吉原の。何言ってるんですか。医学所ですよ。当分の間泊まり込みでちょっと。あ、さようでございますか。梅毒に効く薬に挑戦してみようかと思いまして。できるのでございますか。理論上は可能なんです。あの先生、あの、あ、何かお手伝いできることはございませんか。青カビを集めていただけますか。できるだけいろんなところのものを集めてもらえると助かります。はい。おい、そこのヤブニラミの女。あれ、この間のお武家様で。そなたはどのような男にもそのようにすり寄るのか。ごめんなんし、目が事故ありんして。ありがとうございます。こんなにたくさんよく集められましたね。尾形先生に言われたら張り切らぬわけには参りませんからな。せやけどほんまでっか。カビから梅毒に効く薬作れるやなんて。うまくいけば梅毒以外の今まで不治とされてきた病も治すこともできます。それはまたとんでもない薬だよな。おそらくこの薬により医学界は目覚ましい進歩を遂げるはずです。してその薬の名は。その薬は
ペニシリンと言います。その薬どのようにして作ればよいのでしょうか。まずはこのカビを増やします。芋の煮汁と米のとぎ汁を合わせて液体培地を作ります。その上に青カビを塗って1週間待ち